はい、どうもこんにちは、ピアさんのゆうとトンです。今回は弱体化された昆虫学者を使って遊んでいこうかなと思います。やっていきましょう。さあ、果たしてこのキャラクターどのぐらい弱くなったのかやっていきましょう。なんか実際使ってみたところそんなに違和感はなかったよね、うん、いやー変わると思うけどね。結構変わった。変わるよ。アンデッドか。アンデッド見つかった。そこ久々に当たった。もう頑張って。信用めっちゃ早いなと思った。まあまあそうだね、アンデッド早いからね。まあ、この昆虫学者弱体化をおさらいしますと、まあ、虫がね今まで120秒間使えたわけですよ、うん、合計で、まあ、長すぎるということで100秒になりました。20秒減ったんか。20秒減った。まああとそれに加えてその虫を回収したら、その虫を壊す回数がリセットされて、もう無限に虫が使える、もうクールタイムなしが無限っていう、もうそういうぶっ壊れだったんだけど、まあ、それが良くなくなった感じになりました。なるほどね。そう、まあ、いい調整ではあるんかな。そう、さらにね、今週先週かな、もう一個追い打ちで弱体が来まして。え、そうなの。そう、まあ、今まで明らかに攻撃の範囲に入ってるのに虫に攻撃が襲われるってことがあったんだけど、あ、その攻撃のその射程に入ったら確実にサバイバーに当たるようになったらしい。へー。そう、そういういろんな弱体が入ってる。虫自体の弱体化って感じだね。まあそうだね、うん、本人は何の影響もないんだけど。そっかそっか、うん、虫ね、強化されてめっちゃ使われるようになったのに、うん、残念なことに弱体化されちゃって俺最初バグだと思ってた、無限に回収できるの。あ、そうなんや。最初のさ、強化動画の時俺毎回回収してたじゃん。うん、そういう使い方かなと思ってたら、まあ、今までおかしかったのはあるよな、正直。そうね、うん、まあ、強くしすぎたんかな。まあそうだね。あとイライラ度も半端ないよね、多分ハンター。いや、やばい、本当にやばかった。何回回収するみたいな、あの駆け引きね。本当に嫌だったわ。で、うちの子とちょっとヘルプ来てくれば、虫で。あ、今ね、全然上がったからいいよ。工場、いや、中央、いや、いけないな。中央、なんか南の方じゃなかった。そう、頑張ってチェイスしてるけど、危ない。オッケーオッケー、じゃあこの辺虫出しといて、その援護行くわ。うん、結構チェイスできてる方が。いや、めちゃめちゃ泣いて、普通に上がったし、超高も上がるし。アンデッドやっぱ強いんかな。まあ、アンデッドどうなんだろうね、うん、まあめちゃめちゃ強い方ではないけど、ダウンペースが遅かったらかなり。押すわ、押すふりして離れる。ロボットが工場の付近やけ、うん、工場には来たくないよね。あ、オッケーオッケーオッケー。もうここで一緒ついっすよ。あ、強いで、ここで妨害するふりしよう。めちゃめちゃ強いわ。妨害すると見せかけてしない。で、ここを3回目するって引くと、あ、もうこれ最強。うまい。さあ、ここはしっかり防衛して、あれ、引かれた。やばい、一発殴れたらもうやばい。4分の1以上減った。え、そんな減るんや。なんかこのね、減少する値はあんま変わんなかったはずだけど、うん、これ2回破壊されたらもうやばいな。やばいね。うん、もう全然使ったことないけど分からんだよね。まあ、もちろんね、うん、あの昆虫採集をリアルでしてるって言われてから昆虫学者のんって言われるようになった、うん、確かに。いや、やばい、使ってないんだよなと思ってね。もう昆虫学者今 2回殴れて、うん、もう虫ね、残りもう10分の1ぐらいになっちゃった。なくなっちゃった。もうほぼない、ほぼない。じゃあ普通にここでやられよっかな。うん、頑張って。うん、ダウン位置も多分大丈夫だ。いや、もうね、アンデッド相手にね、こんだけ成立したらもう勝ち確だから大丈夫。どう考えても無理だよね、釣れないハンターって、うん、そうなんだよね、うん、急所狩りっていう概念がもうないからね、一発逆転ができない。そっかそっか。そうなんですよ。どっち行くかな、工場か。いや、多分ね、工場かな、工場側に進んでた気がする、うん、じゃあロボであげちゃおう、こっち、うん、いやね、虫についてね、うん、そうなんよ、めっちゃ喋りたいことあって、うん、いやでもこの多分試合では語りきれないかも。あ、そうなの。分かった、じゃあもう2試合目も好き放題語ってもらっていいよ。じゃあまず簡単に言うと、みんなが多分気になってる動画なんで出さないのっていう話なんだけど、昆虫のね。そう、昆虫採集のメインの虫がカブトムシとクワガタなんよね。うちとの家が住んでるのが、はいはいはい、結構都内寄り、うん、まあ、関東なんやけど、うん、でそれで虫を探しに行くのが結構大変で、うん、そもそもそのカブトムシとクワガタがいる場所ってもう決まっとんやん、木がいる場所っていうのがあって、はいはいはい、うん、なんかカブトムシの寄りつく木があるよね。そう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 。でその木を目指していくんやけど、うん、まあどこに生えてるかとかもわからんかったけん、うん、あのツイッターでね、うちの自分 の見る専用のよくわからん裏垢みたいなので、うん、全然知らないカブトムシマスターの方に声かけたんよ、うん、私は DM 送ったんよね、うん、でそれで、あのカブトムシってどこにいますかねみたいな感じで聞いても、はい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 、やっぱりカブトムシとクワガタって自分たちのその何、昆虫採集の人たちの縄張りがあるんよ、うん。あ、そうな、昆虫が採集の人たち同士のあるんだ。そう、やけそれを教えることはできないって言われて、あ、厳しいね、意外と。やっぱりあの乱獲とかされちゃう場合もあるけど、まあまあそれは良くないな。そう、販売をする人が多いけどね、目的として。で、全然そういうのじゃないんですってアピールしても、うん、いや、教えません。厳しいんだ、そこ。厳しい世界やったね、結構。それ大変だね、うん、で、ちょっと2試合。はい、わかりました。さあ、2戦目遊んでいこうかなと思います。行きましょう。また工場か。ちょっとチェイスしたくないな、これは。喋れんわ、うちチェイスされて。そうね、頑張って。いや、でそれで話の続きなんやけど、はいはいはい、どこにいたっけ、虫おじさんとの会話のとこまで会話、あ、うん、で
教えてくれない。でも、まあ、ヒントはあげましょうって言われて、うん、おお、ヒントはくれるんだ優しい虫おじ。あの木を探すときに、うん、あのカブトムシがいるかどうかの地域をその当てはめて Google とかで、うん、マップでね、うん、それを調べたら、まあ、いるかどうか一応出てきますよって言われて、うん、調べてんやけど全然わからんくってやり方、うん、いやこれダメだなって、うん、でやっぱりもういるって言われてる部分をエゴさして探しに行ったんよ。はい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 。みんながそのあ見つけたわみたいな感じで、全然マスターではないけど、うん、普通に駅で見かけたよとか、はい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 、そういった情報を全部入手して行ってみたんよ、うん、でもまあね、まあ、いなかったね。一緒に言うと言ったんやけど、俺も言ったね、無理、深夜マジで本当にここ行くんかみたいな山道入ってって言ったけど、うん、まあ無理だったね。無理で、まあ、いろいろ何回か行って、朝とかにも行ったし、うん、深夜にも行ったんやけど、うん、まあ、タクシー使ってね往復1万以上かけても行ったり、うん、あのタクシーの運転手さんにも本当にここで合ってますかって疑われて俺らなんか自殺するんじゃないかみたいな感じで疑われてたよね。でもちゃんとあのカブトムシのカゴ持っとるけん、あ、そうだね、そう、そこで、あ、まあ虫採集の方たちなのかなみたいな、変な人だなって思われて降ろしてもらえたんやけど、うん、まあ、それでもやっぱりカブトムシは見つけれなかったね。まあ、いなかったな。あとは空気があるんよ。これじゃ入っていいのかどうかっていう、ワンチャン不法侵入になっちゃうんじゃないかなっていうところもあって、あ、なるほどね、カブトムシ捕まえるために不法侵入しましたで捕まるのはさすがに嫌だ、ね、やばいやな、それ恥ずかしいな。 そう、だからそれで、まあ、ちょっと控えつつ、多分プロたちはもっと奥深くに行ってるんだと思うんだよ。あ、うん、そんな手前にいるんじゃなくて、もうちょっと奥に入ったらおるって。あとは深夜は大丈夫なんやけど、うん、朝だとカブトムシたちはカラスに食べられちゃうんだよ。え、そうなん？そう、カブトムシ？そう、あの黒い犬目立つし、うん、あ、まあ確かにカラスね、黒いの食べるよね。朝の多分5時とか6時だともうカラス行動範囲時間やけん、うん、行動時間普通に食べられちゃうっていう。へえ。朝のちょっと遅すぎてもダメやし、うんうんうん、雨降ってたら樹液が落ちちゃって、うん、その日はもうカブトムシ寄りつかまるけん、雨の降った日もなかなかいないっていう。難しいよ、本当に難しいね、昆虫採集って。愛媛におったらうちめっちゃ取りやすかったんやけど、うん、もう愛媛におらんけん、まあ、ちょっとできる限りのことを今やってるっていう、うん、まあっていうのが最近近況報告。そう、だけそれで動画がね出せてないっていう感じ、うん、っていうその今の出来事が大体 2,3 週間前なんで、もうちょっとだんだん飽きてるよねのはね、多分ね飽きてますよね。いやでも、うん、もう一回ぐらいは行きたいなと思ってる。なるほど。暑すぎてうち上下、うん、ジャージのトレーナーで行ったんやけど、もう死にかけるよ、マスクをしてさ、暑さの中。でも、まあ、でもそれが夏だからな。仕方ないよね。虫に刺されるよりかはいいかなってことで。そうね。うん、まあ多分おそらくのんのその昆虫採集熱はちょっとずつ下がってるんで、もうこの動画出ない可能性も多い。ちょこちょこある。ちゃんとめっちゃいい感じで撮れたよね、オープニングは。まあそうね、ちゃんとね、あの撮りに行ってる動画あるんよね。まああとはその撮れたところだけ欲しいんだけど、一向に撮れんっていう。じゃあもう 1,2 回行って頑張ってね、うん、まあシーズンでも結構終わっちゃってるんだけどね、カブトムシの。あ、そうなんだ。クワガタでももう年中おるけん、うん、それでまあ撮りに行ったら、うん、いいかなって感じ。マジで何の動画っていう感じですけど。いや動画いっぱいね、結構撮れるかなと思って、うん、それでもしかしたら虫で動画の再生数もワンチャンあるんじゃないかなとかっていう横島の考えつつ趣味で回ってて、最低最低楽しみながらよ、もちろん、うんうん、で、あのリフレッシュもできたし、うん、だけどやっぱり厳しい世界やったわ、うん、っね、教えてくれない分それだけ見つけるのも大変ってことなんよね。まあそうだね、簡単に誰にでも教えれるような代物ではなかったっていう。確かに、うん、いい経験やったわこれ大丈夫、これ、うん、大丈夫だけど、うちが鬼没吐かせれず死んだのが悪いけど、いや全然大丈夫。あ、でもこれ俺も90いかなきゃダメだわ。うん、でも結構回ってるよ多分。やっぱやった感じ、やっぱ虫ね、1回妨害いっちゃうと2回目の粘着もう無理だな。あ、うん、妨害2回殴られちゃうともう無限にちょっともうね、前だったら、うん、ちょっとどうしようもないなって感じがするわ。やっぱ今回の挑戦によって大会とかでは使われづらくなるかな。大会でもめっちゃおったもんね、だって、まあ、うだね、うん、めっちゃ難しい。あ、ナイス壁、ありがとう。あ、先に行く、ナイス、ナイス、オッケーオッケーオッケー。これうち鏡で死にそう。いや俺今回チェイスしなかったからさ、あのリセットのやつがあんま分からんかったわ。あ、そっか、虫ばっかしてるねこれ、うん、まあでも前俺それ知らずにやってたからなんとなく感覚は分かるけどね、うん、まあ難しいキャラになったよ本当に。うちは弱体化後も強化後も使ったことないけど虫は分からんしあの、うん、昆虫学者使えないんでね、昆虫採写してるけど昆虫学者使えませんということで、ね、うん、うん、まあちょうどいいと思うよ本当に。弱いってわけ、全然弱くはないけど強くもない、普通です。全然使っても問題ない感じだと思うんで。なるほどね。あ、虫、最後の一絞りが多分、うん、最後の一絞り、もうマジのギリギリで置いてるんだけど、役に立った、立ってないね、それね。うん、もう弾けとんか、こっち側に最後回収して、もう本当になくなっちゃう。
いいよいいよ、もううちは多分死んだけど、うん、あ、オフェンス来た、あ、よかったよかった、まあ、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。